今日は師匠のマサさんに来ていただいて刀について教えていただきたいと思います。じゃあマサさん、よろしくお願いします。よろしくお願いします。一応3本ありますけれども、全部これは琴ですね。琴といって室町ぐらいまでの刀、鎌倉室町の刀です。今僕が手にしているのは担当の備前則光。それでこちらが脇差しですね。関の兼貞っていう方なんですね。これはで、こちらが技物の関の坂倉関正俊という刀を今日お持ちしています。じゃあ1本ずつ教えていただきますか。はい、まずはじゃあ一番手前の担当からいきます。担当というのはやはり30センチ以下のものを担当と言います。やっぱりここでは単刀直入にお願いします。はい。それでこれ自体は平作りといって、ここに横手っていう普通のしのぎ作りじゃないんで、これは真っ平らの平打ちという担当です。ちょっと見せていただいていいですか。はい、はい、どうぞ。じゃあ失礼します、はい、いやー、おっかないですね。いやこの光る具合はどうなんですか。研いだ時に結局粒子が細かいのと粒子が大きいので刃文が出来上がるっていう感じですね。だから硬さによっても違うっていうところで、その焼いた時に結局その粒子の出来合いがそこで決まるっていう感じしますよね。でこの波は自然にできたんですか。そうですね。ある程度土置きっていうことをするんですよ、焼く前に。それでそこにこうやって土を置いていくことによって熱が通らないとか、そういうことで刃文を作るんですよね。なるほど。だからこれはやっぱ故意にこうやって具の目っていうんですけども、そういうふうに作ったものです。はい、ありがとうございます。じゃあ次を見せてくれますか。ちょっとこれ危ないんで入れますか。で次は脇差しですね。脇差しは一応波長が60センチ以下を脇差しと言います。これは一応40何センチだ、47センチだったかな、これは。でこれは抜くと今腰ライン入ってますけども、これはやっぱし美濃関物ですね。でちょっとこの重ねっていうか身幅ちょっとこれはあんまりないやつなんですけども、これは出来がいいですよね。それでさっき言った横手っていうのはここにある横に走ってる横手って言います。でこれはしのぎ作りっていうことですね。どうぞちょっとありがとうございます。じゃあちょっと拝見します。はい、で脇差しっていうことは、はい、これは二刀流でなければ狭い時に使うわけですか。そうですね。脇差しっていうのは大体長い刀があって、2本刺すって大体1本、普通の浪人とか1本しか刺してないですけど、大体脇差しっていうのはやっぱいきなりすぐ抜けるというところで脇差しっていう、なんていうんですかね、用途がありますよね。例えば昔は結局天井が低いというようなね、はい、あれやっぱ大きい刀だとどうしてもなんていうんですか、天井のあれに引っかかるとかそういう意味でね、 ありますよね。なるほど。だから脇差しのやっぱり小太刀っていうんですけども、小太刀のやっぱし得意な人もやっぱり世の中いますよね。ありがとうございます。じゃあお返しします、はい。いや冗談やらないでこっちですね。そうでした。これで元の鞘に収まりましたね。で次は刀ですね。これはやはり美のものっていうことで、関の刀、坂倉関って言って、これやっぱ技物ですね。刀には技物、大技物とかいろいろあるんですけども、やはり普通の刀でちょっと出来がいいというところのあれですね。だから坂倉関っていうのはちょっと有名ですよね、室町で。この刀は室町ですけどね。ありがとうございます、はい、いや今日は素晴らしいものを本当にありがとうございました。あれ、どうしました？切れちゃったですか？そうです。やってみして、あららららら、触っただけで切れちゃうんだ。怖いっすね。ご視聴ありがとうございます。よろしければチャンネル登録お願いします。